今週も始まりました社長どうでしょう。ホストを務めさせていただきますのはシャナナ TV 局長の熊田明則です。30分間よろしくお付き合いください。今回は大阪市東成区にある株式会社新宿屋代表取締役の丸吉はじめ社長をお招きしてお話を伺いたいと思います。丸吉社長は主にエキゾチックレザーを使用した婦人靴の製造販売業務を行っていらっしゃいます。今日はその丸吉社長に登場していただき、お仕事への思いやその人柄に触れていきたいと思います。それでは CM の後早速ご登場いただきます。社長どうでしょう。本日は株式会社新宿屋代表取締役丸吉はじめ社長にお越しいただいております。社長本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず、株式会社新宿屋さんっていうところなんですけれども、こちら主な業務として先ほどご紹介させていただいたんですけれども、ざっくりと業務内容みたいなものをお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。はい、株式会社新宿屋の丸吉と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。手前どもは、エキゾチックレザー、爬虫類、爬虫類の皮を使って婦人靴を製造販売させてもらっております。はい、エキゾチックレザー、僕初めて聞いた言葉だったんですけれども、爬虫類のことをエキゾチックレザーって言うんですか。そうですね、一時から、はい、そのように言うようになりましたね。もともとみんな爬虫類の皮、爬虫類の皮って言うとったんですけれども、はい、エキゾチックスキン、エキゾチックレザー、なるほど、もう、はい、まあ固有の名前みたいなものが割と最近では定着してきたというようなところなんでしょうか。はい、こちらで、靴を作られているというのがメインの業務なんですね。はい、これ靴をこういったなんていうんですかね、牛とか豚とか以外の皮で作るってすごく珍しいんじゃないですか。そうなんです、すごく珍しくて、もちろん牛革でも靴を作ってるんですけれども、はい、もう作り込むのがとても難しく、職人の究極の、ね、技が必要になります。いや、ちょっとその、エキゾチックレザー その靴の詳しいことをちょっと本編で詳しくお聞きしていきたいんですけれども、そもそもなぜこういったエキゾチックレザーの世界に入られたというか、なぜこういった会社を今経営されるに至ってらっしゃるわけですか。そもそもこの新宿屋っていうかブランドは、はい、昭和49年、はい、1974年に誕生したブランドなんですけれども、はい、その先代が、はい、エキゾチックレザーを使って、はい、初めて日本で靴、婦人靴を、発表したんですが、はい、私自身は、2012年ほどかな、はい、はい、ぐらい、ぐらいおよそ、はい、はい、はい、入らさせて、じゃあ2002年か、あ2002年に入社しました。あ、はい、なるほどです、うん、なるほどです。先ほど、さらっと日本初っておっしゃったんですけど、日本で初めてそういったエキゾリチックレザーの靴を要は紹介されたというか、まあ、発売されたということなんですか。そうですね、今でもほとんどない、ないんですけれども、その今から約50年ほど前に、はい、本気でここまでエキゾチックレーザー、いわゆる爬虫類の皮を使って婦人靴を作ったっていうのはこの新宿屋が初やと思います。あ、そうなんですね、はい、まあ、それまでちょっとやってみたよぐらいの人はいたかもしれないけど、ちゃんと製品としてラインとして出されたのが実は新宿屋さんが日本初と、はい、それが、1974年。74年です。すごい長いですね。すごい長いです。大方50年前ですね、はい、なるほどです。で2002年に入社
されたっていうことだったんですけども、それまではなんかその革工芸品のそのなんか修行されてたとかなったんですか？ええ、大学卒業させてもらって、はい、大学ではずっと仏教を学んどったんですね。あ、そうなんですね、はい、4年間ずっと仏教大学で仏教を学んでおりまして、はい、で卒業して、はい、信用金庫に入社しました。え、銀行マンでいらっしゃったんですか？はい、そう、意外や、はい、意外や、はい、うん、学生の時はもうね、挑発でずっとロックばっかしやっとったんですけれども、はい、そうなんです。なんか見た目的にも、うん、そのなんか銀行マンっていうよりはちょっとおしゃれな感じされてるじゃないですか。ちょっと意外でびっくりしました。いや、もう銀行マンで、そう、はい、もう街中自転車で走り回っておりまして、なら1994年に銀行マンで入って、はい、2002年に、はい、銀行が潰れちゃったので。ああ、そうなんですね、はい、その後統廃合があった頃ですね。そうですね、小泉さんの構造内閣改革で、はいはいはい、いろんなことがあった時代に、なるほど、まさかの銀行が潰れちゃったということで、いろいろ煽りを食らった時代ですね、あの時は ね、 そうですね、いろんなところがね。でその時に、まあ、銀行がなくなったタイミングで何かお取引が以前からそのあられたんですか、新宿で。いや、全くなく、はい、まあ、銀行でも信用金庫なんですけど潰れて、はいはい、再就職する際に、はい、人のつながりで、あ、ご紹介があったわけですね、はい、で新宿屋のブランドを扱う靴屋さんに入らさせてもらって、はい、ああ、はい、なるほどです、うん、で2002年に入社されたというのは、まあ、分かるんですけれども、まあ、普通企業って平社員として入社します、社長には絶対なれませんよっていう制度じゃないですか。そうですね、うん、それが社長になられてるっていうのは一体これどういうことなんですか？ね、どういうことなんでしょうね。そう、もともと信用金庫員なので、はい、経理として、はい、入るんですけれども、はい、そのうち営業職になって、あ、で頑張って営業して販売してる間に、はい、この新宿屋のブランドが、はい、M&A され続けていくんですね、はい、買い取られていくわけですね、はい、うん、親会社が変わっていくと。なるほどです、うん、その都度、はい、スタッフが減少していくと。そっか、はい、要は有能な方たちも絶対に必要だよねこの人はっていう人までが、まあ、もう全然数字とかでもバッサリやられてしまうわけですね、うん、そういう時代でしたよね。そうですね、ファンドが入ってみたいな。そうですね、うん、で、ね、親会社が変われば人も変わる、はい、ブランドの性質も変わる、うん、はい、先行きがやっぱし不安になる。そうですよね、はい、スタッフの方にしたら次また M&A かかったら自分の首がどうなるのかってヒヤヒヤしないと働く、ね、ヒヤヒヤしながら働かないといけないっていう。そうですね、うん、あともうスタッフもそうなんですけど、はい、一番はお客様が、本当そうですね、大好きなブランドがなくなったらメンテナンスできなくなるんじゃないかとかいう不安。本当ですね、はい、私ブランドとして長くお客様に愛され続けるためにはメンテナンスもしっかりしなければいけませんし、それをやっぱり人様の手によって左右されるならば自分が背負わさせてもらおうということで今に至ります。はい、背負わさせていただこうというこうざっくりとした表現でよろしいんでしょうか。背負わさせていただこうと継承させてもらいました。あ、事業継承をされたわけですね、はい、なるほどです、まあ、先代はもう引退されて、はい、でその後引き継いで、まあ、社長に、まあ、要は この先私が背負っていきますということで、はい、なるほどです。もう相当な思い切りだったですよね。そうです ね、 ね、はい、いわゆる、まあ、オーナー社長なわけですから、はい、もう本当にもう自分の命をかけて守っていくぞっていう気持ちでやられたわけですよね、はい、なるほどですね。
この、そのブランドを守っていきたいっていうところに、なんかすごく心温まるエピソードが先ほどちょっとお聞きできたんですけれども、おばあ様の靴の話、ちょっとこのお話をお聞きしたいんですけれども、はい、よろしいですか。はい、その真珠系の靴というのはとっても履きやすいんですね。はい、そのもうすごく履きやすい靴を、うちの母親に、はい、買うてあげよう思って、あ、はい、親孝行で、ね、親孝行プレゼントで、はい、させてもらおう思いまして、はい、実家に行って、はい、靴を見せて、はい、で母親は、あ、私これがいいと、これで作りましょう、はい、それを見とったうちのおばあちゃんが、はい、私もかわいい、うん、私も靴作ってくれへんかかわいいですねそうそうそう、そう言うてきあってね、はい、ほんならおばあちゃんどんな靴欲しいんやと、うん、私ほんなら葬式に使える靴が欲しいと。お葬式ね、お葬式、大正15年のおばあちゃん、大正15年、はい、はい、うん、あ、結構なお年ですね。そうですね、もう90、うん、あ、ま、そう、はい、今でも90回ってますけど、まだご存じでいらっしゃるんですね。はい、おかげさまで、はい、肉が大好きで食べてます。あ、すごい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 。このおばあちゃんが、はい、葬式に履いていく靴が欲しいと、はい、うん、はい、そう、まだ見送られるか、まあ見送る、人をまだ見送りたいという気持ちがあるのは素晴らしいんで。なるほど。そう、でおばあちゃんにどんな靴が欲しいかな言うたら、はい、私30年ずっと葬式の靴は一緒の靴履いてるんやって、うん、なそれと同じような靴を、うん、うちで作りましょう、うん、ああ、なるほどなるほど、はい、でその靴見せてくれへんかなって、はい、で玄関から靴箱から靴持ってきて、はい、これと同じような靴作ってほしいって、はい、うん、そのブランドが、はい、これやったんですよ。まさに、はい、今社長がその社長になられてらっしゃるこの会社だったわけですね。新宿屋ブランドの靴でございまして。すごいですね。その時はまだ私継承してません。要はおばあ様が靴を購入された時にはまだ入社もされてなかったっていうような時代になるんですか。そうですね、30年ほど前なんで、はい、30年か40年ほど前の靴やと思うんで、僕がまだ小学生だと思います。すごいご縁ですね、はい、それをじゃあおばあ様が持ってらっしゃってすごく気に入って、まあ、30年も使えていて、これと同じのが欲しい、同じような感じのが欲しいっていうぐらい気に入ってらっしゃった靴だっていうことだったんですよね。 それを平社員の時に見て感じて、このブランドは間違いないという確信でずっとおりました。いやでも本当に身近にそんな靴の愛用者の方を、もう本当に自分の親類というかおばあ様でそういう方がいらっしゃるのを見ると、本当にこのブランド絶対守んなきゃっていう気持ちになられたんですよね。なりますよね、うん、そう、すごいですね。まあものすごいご縁もありつつ、それだけ愛されてるブランドということなんですよね。さあその靴の魅力なんですけれども、やっぱりエキゾチックレザーというものでこの靴を作るとやっぱ何かが違うんですか。もう牛革と違って、はい、すごく強くてすごくしなやか。強くてしなやか、はい、柔らかいってことですか。柔らかいんですけれども、柔らかすぎず、はい、硬すぎずということで、はいはいはい、女性のお靴なんですけれども、はい、もう外反母趾とかにお悩みの方とかにはもうむちゃくちゃ履き心地いいってびっくりされます。なるほどなるほど、はい、要は変な圧迫はしないけれども、その痛むような型崩れもしないという絶妙な感じなんですね。はい、なるほどですね。ちょっと先ほど見せていただいたんですけど、こちらはこれ何でできてる。これはね、シャーク、サメ側の靴でございます。サメ、うん、でもすっごい綺麗ですよね。ちょっとこちらにアップの写真を出させていただくんですけれども、なんかこう品があるというか、なん
って言ったらいいんですかね、まあ、あの牛革みたいなツルッツルな感じじゃなくて、あのなんていうんですかね、ツヤとなんかツヤ消しのこう混ざり具合というか、その模様の出方とかがすごい綺麗ですよね。そうなんですよ、あのマットな質感にもかかわらず、はい、天然の光沢が出てくるという、はあ、これは宮城県の気仙沼市で水揚げされたヨシキリザメの皮を使っております。あ、じゃあもう国産のサメの皮ということなんですね、はい、国産のサメの皮で国産の、はい、職人が作っておりますんで、オールジャパンの一品でございます。あ、そうなんですか。じゃあもう日本国内でこれはもう流通して社長のところに回ってきたもの。はい、はこれの 元となる生地というのをちょっと、見せていただきたいんですけれども、これなんですね。まあ、生地というよりか、はい、皮ですかね。はい、サメ側の現物ですね。はぁ、綺麗なもんですね。天然物でございます。なるほどです、ね。はい、そして、見てやら分かるように、はい、すごくしなやかに伸びる、柔らかい、はい、ゴムのような感じのすごいしなやかなんですけれども、足に馴染むという、だから、はい、靴の木型があって、はい、靴を作る際に、はいはい、こうやって吊り込んでいくんですけれども、はいはい、外反の痛い方、はい、外反母趾の痛い方はちょっとここを膨らんで作ってあげるだけで、すごく上等なお靴になります。すごい。そこやっぱり細かくその測れる方に応じてちょっと形を変えられたりとか工夫もされるわけですか。例えば、はい、私たちがなぜこの手作りの靴を斡旋させてもらってるかと思いますと、はい、よくね、はい、23センチのお足の方でも、はい、23.5 の靴を履かれておられる方がいてるんですね。はい、で、日本人はよく幅で買われるんです。ああ、なるほどです、はい、となると23センチにもかかわらず 23.5 の長さの靴を買われて、はい、幅で買われると後ろがカパカパしたりとか、あ、中には前にストッキングを詰められて履いておられる方もいておられます。はい、しかしそんなことはする必要がなくて、23センチでしたら、はい、23センチの長さで、はい、幅だけ 23.5 で作ってあげたらいいだけなので。すごい、はい、なるほど。確かに外反母趾が痛かったら外反母趾のところをよく見て、はい、ゆっくり作ってあげるだけで、ボールジョイントっていうちゃんと靴で止まるところで足は止まりながら痛いとこをゆっくり履けるという靴を作ってあげるだけでめちゃくちゃ履きやすいっていう靴になります。なるほどですね。いや、すごい。いや、そりゃ30年愛されますよね。ありがとうございます。履き心地のいい靴ができるんですよね、はい、あとそのサメ以外にもこういろんなそのレザーをお使いになられるということで、はい、他には代表的なものでどういったものがあるんでしょうか。ワニ革、ワニ革、オーストリッチ、オーストリッチ、リザード、リザード、オーストリッチって何ですか。ダチョウですね。ダチョウ、オーストリッチって言うんですか。はい、リザードは何なんですか。トカゲです。トカゲ、はい、あ、そんないろいろ使われるんですね。あとパイソン、あ、ヘビですね。ヘビ、パイソン僕大好きなんですよ。嬉しい。もうパイソン柄がもう本当に大好物です。社長、今ここの胸にひょこっと顔を出しているこのクマちゃんは、これクマちゃん、はい、これはクロコの皮。クロコなんですね、はい、ワニ革で作ったクマちゃんです。はあ、これは高級なクマちゃんですね。バックチャーム。バックチャームってどういうことですか。バックにちょっと飾りでこうやってつけれるような。あ、そういうことなんですね。へ、これも製造販売されてる。はい、あ、なるほど。すごい、かわいい、贅沢ですよね。贅沢の、こうバッグにちょっとつけるアクセサリーでクロコの革を使ってらっしゃる。へ、やっぱりこういったクロコも先ほどおっしゃったリザードと、あとダチョウって何でしたっけ。
ダチョウ、はい、オーストリッチ、オーストリッチ、はい、っていうのもやっぱりその先ほどおっしゃってたようにしなやかで、はい、丈夫でっていうことなんですか。そうですね、もうオーストリッチなんか、はい、私シューフィッターの免許を持ってるんですけれども、はい、靴屋から見ると一番靴に馴染むのがいいのがオーストリッチだと思ってます。あ、そうなんですね。ちょっとオーストリッチの靴もちらっと見せていただいてよろしいですか。これなんかこういうポツポツって出てるのなんか見たことあるなっていう気はするんですけど、これオーストリッチって言うんですね、はい、クイルマークって言って、はい、羽の毛穴ですね。あ、毛穴なんですね、はい、あの鳥肌に相当するものですね。さようでございます。なるほどです、なるほどです、はい、この毛穴が結構あのポイントだったりする。もうこの毛穴が一番重宝されております。もういわゆる、はい、あの毛を抜いた後の毛穴がパッて突起で出るって感じなんですけれども、はい、やっぱり天然なものなので、はい、油分が結構多いので、あ、そうやってちょっと触ってるだけでもツヤ感がすごく出てくる。そこから出てきてくれるわけですね、はい、艶が、艶感が。で、皮が非常に柔らかくて強くて、なるほど、しなやかで、なんかシワがつきにくいってこともおっしゃってましたね。そうですね、やっぱりあの牛革と比べてシワが分かりにくいと、はい、あ、でも本当見てると柔らかい皮なんだなって思います。だから外反母趾の方、親指の方の外反母趾の方出ておられる方でも、すごく柔らかいので、包み込むように履き心地ゆっくり、もう皆様大喜びされます。なるほど、要はその作りの丁寧さと素材の良さと両方とものパワーで攻め込んで、はい、込んでるというか、そりゃ手放せなくなっちゃいますよ。これはここのベルトの部分も同じオーストリッチなんですか。はい、これはオーストリッチのあのふなしって言われる部分なんですけれども、はいはい、だからお客様によっては、うん、例えば今言ったように幅の、はい、幅を広くしたり、はい、ベルトを長くしたりとか、甲、うん、が収まらない方をちょっと長く、はい、であと中敷きとか、はい、消耗部品は交換しながら、あ、なるほど、はい、長く愛用、うん、ご愛用いただけます。なるほど、いやすごい、でもそれこそ本当一生ものですよね。一生ものです。その一生ものってよく言いますけど、そのおばあ様の話聞いてると本当に一生のそうです、ね、ものなんだなっていうところも、うん、もちろんその社長がこのブランドを人の買ってくれた人たちのが一生使ってもらえるようにっていう願いも込めて、一生もののブランドであり続けてるからこそこの靴も一生ものであり続けられるわけですよね。ありがとうございます。すごいな、いやめちゃくちゃいいお話なんですけど、ちょっとお話は尽きないんですが、一旦この辺りで CM 行かせていただきたいと思います。こちらご覧ください。本日は株式会社新宿屋代表取締役の丸吉はじめ社長にお越しいただいております。社長引き続きどうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。さてここからは話の趣が少し変わりまして、仕事の流儀課金ということで、社長にとって仕事をする上で大切にしているポイント教えていただけませんでしょうか。伝統を守りながら、伝統を守りながら新しい発想をして、新しい発想をしてお客様に喜ばれるものづくりを精進するということで、お客様に喜ばれるものづくりということですね。なるほどです。これはまあ言ったらもうこの長い歴史の新宿屋さん、それにさらに新しい発想を加えていってっていう、このいわゆるその革命じゃないですけど、進化し続けるっていうところっていうのがやっぱりあるわけなんですね。そう、時代とともにあった商品の見直し、うん、でもなるほど、過去の、うん、伝統は必ず守りながら、なるほど、
新しくなっていくっていうのが必要じゃないかなと思っております。なるほどです。やっぱり日本人の足もちょっとずつ変わりつつあるものなんですか？変わっていきます。やっぱりそうなんですね。そういうところはやっぱり時代の進化とともに進んでいかないといけないっていうことなんですね。はい。でも履き心地っていうところで変わるものではないですもんね。そうです、そこは大切に。なるほどです、ありがとうございます。引き続きまして座右の銘ポンということで、社長にとっての座右の銘教えていただけませんでしょうか？感謝、誠意、おかげさまを大切に。感謝、誠意、おかげさまを大切にということで、これはなぜこの言葉を選ばれたんですか、その座右の銘として？事業をしておりまして、はい、歴史は50年あるブランドなんですけれども、はい、私はまだ7年目です。なるほど、はい、だから創業当時1年目、はい、2年目、3年目、うん、非常にいろんな苦労がございました。そこでもいろんな人の助けを頂戴しておりますんで、それがあって今がありますんで、もうとにかく人への感謝で、いただいた感謝を次人に渡す誠意で、皆さんのおかげで今があるっていうのをもう必ず忘れないようにしております。なるほどですね。やっぱり歴史のある会社だからこそ、もうその中に脈々と息づいているその文化というか精神というか、そういったものがこの言葉に凝縮されているわけですね。はい、なるほど、ありがとうございます。そして最後になってしまったんですけれども、この番組これから会社やりたいとか独立したいとか就職したいという方たくさんご覧になってますので、そういった方たちに背中を押す一言、応援のメッセージをこちらのカメラに向かってお願いできませんでしょうか？はい、とにかく頑張ること、真面目にすること、それと強く目標を念じてもらえれば必ず夢は叶うということ、私は実感しております。ありがとうございます。まあ、念じるだけじゃなくって、もう自分を突き動かすぐらいの強さで念じて、それで行動を変えていくのが大事なんですよっていうふうに熱く語ってくださってた、もう本当にそれに僕感動しました。ありがとうございます。ありがとうございます。本日は株式会社新宿屋代表取締役丸吉はじめ社長にお越しいただきました。社長、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。